衝撃強雷眼放送記念特番金曜夜の衝撃生放送スペシャル、やったー、イエイ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 。さあということで始まりました、皆さんこんばんは。この番組はですね、この秋大注目の衝撃強雷眼放送開始を記念して、出演者たちと一緒に強雷眼の魅力をお伝えしようという衝撃生放送でございます。やったー。どうも、私強雷眼大好きの強雷眼蔵と申します。どうも、嘘です、お嬢様の篠宮と申します。イエイイエイイエイ。さあ、そしてですね、強雷眼出演メンバーの中からなんと豪華でございます、この方々に来てもらいました。では一人ずつカメラに向かってご紹介の方、自己紹介の方よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは、甲斐瞳役の新川岩です、よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは、豪役の加藤貴博です、よろしくお願いします。硬ない、硬くないですか、緊張してるね、硬いかな。はい、皆さんこんばんは、雷役の主演家の家です。はい、そしてそしてこんばんは。はい、こんばんは、はい、劇役の広瀬智樹です、よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは、何の間何の間何の間よ。小役の粕谷奈美です、よろしくお願いします。よいしょ。はい、皆さんこんばんは。はい、監督の山本翔馬です、よろしくお願いします。よいしょ。はい、お願いします。さあ、豪華な面々に集まっていただきましたけども、やはりですね、僕的にはですね、やっぱ特撮好きということで、翔馬さん、はい、お帰りなさい。おはようございます。またしても、ただいまです。どうですか、またこうヒーロー特撮に関われるという感じは。もうでもそうですね、井上先生と、はい、雨宮啓太監督のおかげですね、はい、いや、はい、すごいですね、また違う役をやらせていただけるということは、ね、ものすごく光栄なことですね。ね、待ってました、はい、もう特撮ファンも本当にお帰りなさいという感じでございます、はい、そしてですね、広瀬さん、はい、僕はですね、とある別の番組で一緒にさせてもらったんですけども、あ、そうですね、はい、その時はね、アメーバつながりでございますけども、はい、ホストのね、はい、感じで出たはったんですけども、はい、今日はなんかその感じは全然、本当ですか、ない感じです。嬉しいですね。嬉しいの。いやでも、ね、たまにやっぱりそういうのやってたから、はい、うん、やっぱりホストっぽいよねとか言われたりとかもあるんですよ。はい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 、だから嬉しいです。あ、なるほど。そのホストのイメージもちょっとね、別の役で、はい、活躍してもらいたいんですけども。あ、じゃあちょっと天一さんって言っても大丈夫ですか。あ、全然アメーバなんで大丈夫ですよ。どうも、天一です。なにCM にも出させていただきました。やっね、CM のギャラもこの間いただきました、ありがとうございます。年越せます、ありがとうございます。はい、あとですね、やっぱり何年か前にですね、一緒にさせてもらったんですけども、しめじえのきちゃん、ね、あ、しめぎえのき、あ、しめじえのきじゃないですか、しめぎえのき、あ、しめぎえのき、しめぎくんとは一緒にさせてもらったんですけども、あの時はもう5、6年前で、はい、で、まだこう女性も知らないようなこうウブな感じだったんですけども、はい、もうすっかりお変わりになられて。いや、今もまあ女性も知らないようなウブな感じですよね。ちょっと大きめの声で言わせてもらいますね。嘘つけい。嘘つけい。ということでね、他の方々も、後ほど、お話の機会をしていただきたいと思います。ではですね、ここからは、衝撃強雷眼とは何ぞやということで、まずはこちらの映像を見ていただきましょう。どうぞ。少々お待ちくださいませ。生放送でございます。こういうこともあるんですか。こういうこともありますね。やっぱ生放送なんでね。こちらもテンション上がって、ガンガン進めちゃってますけど。大丈夫ですか。じゃあ衝撃強雷眼の、映像の方ございますので見ていただきたいと思います。どうぞ。一人じゃなければどうだ。
脱走した4人の陰り人、俺が奴らをまとめ上げる。我に賞賛あり。本当に大丈夫なんだろうか。こんな人たちに地球の未来を任せて。はい、ご説明させていただきますけども、異世界超深海の住人である光人が地球に迫る危機に立ち向かうという作品でございまして、監督雨宮啓太さん、そして脚本なんと井上俊樹さんという二大巨頭がタッグを組んだラブコメバトルヒーローということで話題の作品でございます。先週からですね、放送始まったんですけども、もう放送始まる僕何半年3ヶ月前ぐらいですかね、もう聞いておりまして、この2人がタッグ組むっていうのはすごいことなんですよ。なぜ出演者の人たちが冷めてるんですか。いや、ほんとすごいことでございまして、で先週ですね1話の放送がありまして、東京では今日この後の深夜からですね1時23分から第2話が放送されるということなんですけども、皆様出来上がった映像はもう見られましたか。はい、うん、そうですね、はい、全部ではないんですけども、うん、はい、はい、ちょいちょいな感じ。オンエアはやっぱり見あるんですか。あ、見ました見ました、はい、どうでしたか、1話目見てみて。皆さんどうですか。ほぼ出てない人しすごい生放送感で今日ね。それはもう翔子さん年上なんで引っ張ってくれて。1話目どうでしたか。僕はあの家に録画機材がないんですよ。え、ないですよ。いっぱい稼いでるでしょ。でもなくて、だからリアルタイムで見るしかないんですよ。でもリアルタイムで見たら、例えばツイッターだとか、はい、そういったフェイスブックとかのリアルな反応が見れるから、うん、もう僕もその、まあ、なんていうのかな、一視聴者として、はい、あの拝見させていただいたのがやっぱすごいなと、うん、テンション上がりましたよ、やっぱり第1話目。1話目すごかったですよね、はい、加藤さん声で、まだ姿は出てなかったですけど、はい、声で出られてましたけど、うん、どうでしたか、はい。いや、なんかあの僕もタイムリーで見たんですけども、はい、なんか結構 CG とかがあのバトルのとことかで自分が当てたものがそういう風になってるっていうのを見るのはすごい楽しかったですね。すごい宇宙で壮大なとこから木星バックにして、そうですね、なんかいきなりなんかこう最終回ぐらいの迫力のとこから始まって、ね、でっかいマギーにね、わーっていくとことかもすごい迫力あったんですけども、そんな中でもですね、僕がちょっと衝撃受けたのは、やっぱこう新川さんのセリフ一つ一つに結構衝撃受けたんですけども、はい、もうこの番組って言っちゃうとか、うん、あ、そうなんですよね。そうなんですよ、うん。普通なんかドラマとかってそういうこと言わないのに、うん、なんか自分を紹介するのをやってるみたいな、ナレーションしてるっていうのはすごい不思議な気分になりましたね。やってて最初脚本見た時どんな感じやったの。なんだろう、今まで挑戦したことない役柄だったし、うん、なんかドラマというかジャンル的にもすごい不思議な気分だし、こうなんだろう、今後ですけど、はい、本日には放送して進んでいくにつれて、あの人間だけを相手にしたお芝居ではないので、そこがすごく難しかったなと思いますね。なるほどね、はい、ガシガシやっててほしいんですけども、でそんな中でね、あの落語好きというキャラクターなんですけども、はい、もう10ゲーム10ゲームで始まって本物の落語家さんが宇宙にわーって出て、なんやねんこの映像。すごかったですよね。ねえ、すごかった。僕らあの言ってるんですよ、アフレコやってる時も、はいはい、あれをビッグバンって呼んでるんですよ。宇宙がちょうどそのゴーたちが戦ってる、はいはい、ところに、あの話し家さんがわーって、はいはい、だからどう映像でつながるのか分かってないまま、あの映画見た時に、はい、これこそ本当のビッグバンだなってブワーってなってるのを見て、ね、すごかった、笑いましたけど。実際落語は何か聞かれたんですか、好きということで。落語は聞きましたし、あのなんだろう、ジュゲムを私が言うセリフとかが多かったりもしたので、うん、はい、ジュゲムジュゲムから、あの1話ではそんなにワンフレーズぐらいしか使って言ってないんですけど、はい、全部一応言えるようにはして最後まで覚えました、うん、あ、本当ですか、すごい、はい、頑張りました。あとね、もう一個だけいいですか、あのナビいるじゃないですか、はい、いや、おパイが出とるがなという、やっぱこう、ね、あれやっぱりこう撮影していく上で普通にこう撮影現場に、あれはもう普通の人としてこういてる感じですか。
そんな一緒になることもないですか？そうですね、CG の部分の撮影だったので、はいはいはい、そんなに被ることはなかったんですけども、うん、まあいたとしてもまあいるっていう。なんかね、不思議、はい、もう普通になんかこう特にこうスケベな感じで見ることもなく、うん、あれがすごいね、やっぱりこう雨宮監督。いやでも、はい、あれ、ま、もっと出てたんですよ。もっと出てた。もっと出てた。どの時点でもっと出てた。あの本当は撮った段階は、はい、撮った段階はそう本当にもっとそのままだったんですけど。そうなんだ。それじゃさすがもうさすがにということで、もうあそこまで。逆にですよ。逆にもっとすごかった。もっとすごかったらしいですよ。なるほどね。はい。その辺もどうなっていくか楽しみでございます。あ、確かにね、こう井上脚本ならではの食事シーン、うん、今までの作品でも結構こう食事を重点的に描くとしてこう特撮は捉えてるんですけども、今回の作品ではどんな感じだったんですか？食事か。食事はけど結構多いですね。多いですね、はい、食べ物も今後だんだん話が進んでいくにつれて、うん、で1話でも私が、ね、そうですね、はい、あーほんまっすね、キュウリを切ったんですけど、ムカつけね、おぼつかない手で切らせて、レフティーだからね、そうです、頑張って切ってレフティーだから食べて、でも本当にお魚美味しかったです。おーそうなんですよ、なんかね美味しそうに美味しそうに取ってくれるんですよね、本当に。いやでも美味しそうだった、うん、でもそのサンマがね、あれになりましたからね。確かにね。そう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 。サンマミサイルになって。そうなんですよ。なんか、古いね、家具持ってきて、そっからゴーが出てくるじゃないですか。うんうん、なんか、最初そういう設定なんかなっていうふうにちょっと見ちゃうんですよね。うんうん、あでも、そういう、こう、映像のリンクみたいなところもすごいんですけども。そして後ろにはですね、これ見てください。ゴーライガンのポスターがございます。はい。かっこいいですね。新川さん一番目立ってますね、やっぱり。やっぱりね、うん、見ちゃうよね。あでも色が最初薄すぎるって言って、もっと光人の色をこう目立たせたいっていうことで色が濃くなったんですよ、はい、あそうなんですね、完成形は。そうなんです、そういうことばっかりしてる、うん、へー、レフティーだからね、綺麗に。レフティー関係ないでしょ、しレフティーは結構僕らが知らない情報結構知ってますね。いっぱい知ってる。そうですね。で、このブンバね。ブンバ、はい。これかっこいいんですよ、また。僕らの撮影中ってブンバほぼ見てないんですよ。あ、やっぱり。うん、はい。これ全部フル CG ですか、ブンバは。これがあるんです。はい、あるの、うん、模型があるんです。へぇー、はい。まあミニチュアですけど。あ模型も交えながら交えながらの。へぇー。ただ僕ら見れてないから、ね、第1話で大活躍するブンバを見れて、こんな風に動くんだブンバと思って、ね、感動しましたね。すごかったです。ナミさん、1話マギーの話した方がいいんじゃないですか。あ、なになに、ちょっとちょうだい。実はここで。でもあれ、CG に変えたらしいんです。あ、CG で変えたらしいんですけど、はいはいはい、巨大マギーいるじゃないですか。うん、あ、巨大マギー、はい。はい、実はあの私がこうやってハーってやって、はい、あの私の体をモデルにモーションキャプチャーをあー、はいはい、つけてやってたの、はいはいはい、あ私出てました。一家さんがやってらっしゃる。はい、そうそうそう、あでも結局なんかまあ難しくって、うん、結構 CG、うん、私の体を元にして CG でほぼ変えたらしいんですけど、そうそうそう、撮影中にキャプチャーをたくさんつけたあのナミちゃんが来た時に、はいはいはい、おはようございますって普通に知らない人だと思って普通におはようございますって言ったら、はいはい、え、しまさん私ですって誰も、顔も結構隠れてる、顔も顔は、まあ、顔はまあここまでなんですけど、はい、なんかみんなでも網でネットで束ねちゃってるし、そうそう、分かんなくて、こっちはもうほぼね、裸体な感じで、そうなんだ、あんま隠すとこは隠したけど、あ本当に、はい、え実際ラタイヤの、まあ、大事なとこだけ隠して、あとは、はい、いい情報、なかなかいい情報を聞かせていただきました。そうだった、あったんですか、撮影中にあったよ。でも全然知らない人だと思った、誰も気づいてくれなかったんですよ。でハイパーメディアプロデューサーとして、オネマスなどをヒットさせた、小林さんも参加されているということで、これがねどの辺の化学反応を起こすかっていうのも注目されてるんですけども、やっぱりこの小林さんが入っていることでちょっとセクシー系の女優の方が多めに入っているってことなんですかね。
ね、レオさんだったりとか、ね、もう今やときめく人がどんどん出てきてて、で雑誌にもね、どんどん出てて、こう男としてはこうどう見ていいんだろうみたいな。そうですね、男としてはお世話なってますみたいな感じです、うん、いやいやそれはちょっとね、それはちょっとね、ちょっと楽しみでね、アメスタなんで ねやめておきましょうね。さあということでございまして、ここからですね、一人ずつちょっと役どころについてお話も、いただきたいと思います。資料をもとにですね、映像と一緒に、紹介していきたいと思います。まずは新川さん演じる瞳でございます。はい、はい、一見地味な普通の女子高生だが、普通では見ることのできない光人やマギが見えてしまい、結果として巻き込まれるヒロイン。落語が大好きでぬか漬けが得意ということなんですが、はい、これね、見えちゃうんですよね、マギがね。そうなんです、マギとか。今は写真はあのメガネとかかけてないんですけど、うん、1話だけメガネを、ね、メガネかけてらっしゃいましたよね、うん、はい、ちょっとこう地味っぽい感じにしてましたね、はい、ちょっと待って、写真変わるの恥ずかしいですね。ちょっと、なんかやめてほしい。早い、テーマに出してる。すごい、瞳っぽくはないけどね。ちょっと待って、うん、ちょっとなんか瞳はこう若干暗い感じの役に見えたんですけども、実際の新川さんどうなんですか？でも似てる部分はあるなと思いましたね。台本を見たり設定をこうなんか見たり読んだりした時にちょっと似てるなって思う部分はあったんですけど、でもやっぱりこれからみんなと出会う子出会ってこう変わっていく部分もあるので、はいはいはい、そういうのも見ていただけたらなと思います。なるほど。あと僕ちょっとちらっと聞いたんですけども、エンディングを新川さんが歌ってらっしゃるっていうふうに聞いたんですけども、うん、はい、そうですね、はい、エンディングを今回歌わせていただいてます。聞いた感じね、全然普通に、あ、上手やなっていうふうに聞いたんですけども。本当ですか？大丈夫でした？なんか、もともと音痴でらっしゃるんですか？いや、もう、の音痴っていう情報を聞いて一生懸命練習したっていうのを聞いたんですよ。言った？いや、僕は言ってないです。言った？いや、僕は言ってないです。言ってない？はい。でも現場でも、はい、鼻歌とか結構歌ってたけど、うん、全然、多分謙虚なんじゃないですか？いやいやいや、うん、いや、でもここはあれなんですよ、はい、音痴なんで、はい、加藤さんも音痴やっていう風に言った？言ってないです。これ宇宙船で雑誌の情報なんですけど、はい、それに書いてありまして、もうでもね、エンディングも綺麗な感じで、あとこう朝岡めぐみさんとね、はい、絡みがあるじゃないですか、はい、どうですか朝岡さんとの。緊張しましたね。ね、大女優。最初はもうおばあちゃん、おばあちゃん、はい、綺麗なおばあちゃんや、これ大先輩だし、ね、私今あの雑誌セブンティーンという雑誌でモデルをやらせていただいてるんですけど、はいはいはい、朝岡さんもかつてセブンティーンのモデルで、知らなかったな。という意味でも大先輩なんですよ。すごいですね、はい、セブンティーンつながりが、はい、ということで、その辺の絡みも今後楽しみにしていきたいところなんですけども、はい、そして、加藤さん演じるゴー、はい、こちらでございます。はい、超深海の警護将軍、宇宙で陰り火と移送中に巨大マギに襲われ地球に墜落、超深海の頂点から深海王ですかね、深海王です、深海王から謎の戦兵が人間界を襲うという情報を得て地球に留まることを決意する。まっすぐな性格の熱血感、巨大剣不可思議を使う、情に熱くて涙もろく、胸の内を大声で吐き出す習性があるということなんですけども、うん、はい、こう初のメインキャストを演じられるということで、はい、なんかプレッシャーとかはありましたか？いや、オーディションで決まったんですけど、はい、もう最初の撮影の初日とかはものすごい緊張していって、はい、で僕がすごい緊張してたんですけども、スタッフの人とかキャストの皆さんとか、はい、あとは監督の人がすごい、まあ、フォローっていうかサポートしてくれたり、あと撮影が進むにつれてこんなやつですけど、撮影が進むにつれて本当にどんどんみんな仲良くなっていって、すごいありがたいアドバイスですとかで、そうですね、
おお、これかっこいいね。これかっこいい。これこれかっこいい。かっこいいよ。同じポーズしてみて。ちょっとやだよ、やめてよ。やって同じ方向向いてやって、同じ方向。反対じゃない？かっこいい。こっちはかっこいいよね。写真の方がかっこいいよね。そうなんだね。やっぱ光とかね。光とかね。スーツアクター、和田三四郎さんということで。この和田三四郎さんも特撮ファンからしたら、はい、ね、この間も、ね、活躍されてて記憶に新しいところなんですけども、はい、何か役についてお話しされたりとか。そうですね、今回の撮影でやっぱり一番気にしてたのは、光人隊と人間隊っていう中での撮影で、はい、やっぱりシンクロっていう言葉をよく使ってたんですけど、やっぱりそこがずれてくると出演のその何て言うんですかね、割合的にもほぼ同じぐらい、どちらかというともう光人が多いぐらいの量で出てるので、はい、なるべく僕たちも近づきたいし、和田さん、そうですね、スーツアクターの方たちもこっちに近づけてくれるっていう、本当シンクロっていうのを意識してずっと撮影やってました。はい、直接お話し合いされたとか。もう結構しました。はい、本当ですか。はい、なんかどのあたりをこうしようとか。そうですね、例えばあるシーンで言ったら、ここ和田さんが僕のところに来て、はい、俺こうしようと思うんだけど加藤ちゃんどう思うとか、おで逆も同じで、はい、意見交換をバシバシして、ね、はい、あとは、はい、その和田さんがやってる映像もとにかく僕は見るようにして、おで僕がやってるやつも和田さんはすごい多分見てくれたんだなって思います。ん、はい、なるほどね。その辺も楽しみにしていきたいと思います。はい、そして、今お話ししていただいた2人のことはですね、1話を見ていただければ大体わかるんですが、まだ後の皆さんがですねまだ出てきてないということで、どう関わっていくかってところが気になるとこなんですけども、はい、2話でですね、だ今晩ですね、東京で言いますと2話で登場するのが、しめぎさん演じるライが出てくるということで、はい、ライ来ますね。どんな感じですか。ちょっとだけ、うん、ね、先に、まあ、見ての通りな感じなんですけど、はいはい、まずは胸が基本かゆいんですね。あ、これ、あ、書いてらっしゃるんですね。そういう、初めて、まず、デコラ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 、基本的にはどこかかゆいっていう基本的にかゆい、書いてらっしゃるんですね。かゆいんですよね、基本、はい、だからその秋山さんとも、はい、じゃあ今日どこにするっつって耳の後ろ書くみたいな、はいはい、そういうディスカッションはよくしてましたね。はい、ああ、なるほどね。やっぱ書くところ重要なんで。なるほど、ボケの質も6年前より上がっております。上がっております。でこのライがですね、どんなキャラかと言いますと、はい、酒と女が大好物で野生的、比較的ゴーの考えに賛同して行動する電撃棒ビライデンでマギーを叩きのめすという感じでございます。でこれね、写真見ても分かる通り、こう金髪でこうガッとこう何ですか、ワイルドな感じで出てますけども、実際のしめぎさんどうですか。あー、どうですか、ワイルド。実際のしめぎさんワイルドです。いやもうそんな一切ないですからね。一切ないですからね。僕も基本的には欲に素直ですね。基本的には欲に素直で、どうしたの？入り込んでおります。嘘下手。そんな感じですね。はい、でライはね、こうやっぱ女好きで、こう女性と絡むシーンもたくさん出てくるんですけども、はい、そうなんですよ。これしめぎさんもやっぱこう人間体としてこう絡むこともあるわけじゃないですか。はい、どうですか、撮影とはゆえ。やっぱりとっても楽しかったですね。ですよね。とっても楽しいですね。とっても楽しかったです。はい、とっても楽しかったですか。いや、よかったです、本当に。さあ、そしてレフティ、ね、まだ引きずりますか。さあ、天丼も覚えました、清水さんでございます。さあ、そして続いていきましょう。広瀬さんの劇でございますけども、はい、怠惰にして俊敏、機械好き&ゲーム好き、はい、無口で常に冷静なため冷たい性格と思われがちだが、その心には熱い魂が宿っている。鉄球爆撃を用いてマギーの野望を打ち砕くということなんですけども、はい、こうやっぱメガネが印象的な感じで、でこう冷たそうだけど熱いっていうのはなんか矛盾してるようにも感じるんですけども、その辺の演技ってやっぱ難しかったりするんですか。お芝居ですか。はい、そうですね、まあ難しいといえば難しかったですね。はい、難しく
ないといえば難しくないといえばでもまあやっぱり難しかったですやっぱり難しいですね、はい、あのやっぱりその、はい、やっぱりまあそのあるようにそのやっぱりクールで割と口数も少なかったりする面でやっぱりその中でやっぱり熱い魂を持っていたりとか、はい、そういうものをやっぱり出していくというかやっぱり 口数が少ないとそのなんて言うんだろうあの なんて言うんですかね、翔馬くん翔馬さん、お願いします後輩が聞いてるね口数が少ないと、うん、一言一言が重い、うん、あ、いいよエノックは本当にいいことたまに言うんですよいや、本当にたまに本当にたまにね確かにさっきからレフティー押しされた時どうしようか思いましたけどたまにはいいこと言うということでいやでも本当にでもそうありがたいことにそういう感じではあってやっぱり口数が少ない分動きで見せたりだったりとかやっぱりそのスーツアクターさんのその岩上さんと岩上さん、はいはい、一緒に作らせていただいたんですけど、うん、やっぱりもう岩上さんがもうとても面白くしていただきましたね劇をなるほど、はい、これね、郷以外の4人はあの影リビットとして来るわけじゃないですか、はい、その辺の何をして影リビットになったかっていうのはやっぱり放送を見てから出ないとそうですね、はい、なるほどね、うん、ライは分かるんですよライは何でなったかっていうのはなんとなく分かるんですこの女好きって言ってたらね、うん、分かるんですけど他のお三方がね、どんな風にして影リビットになったのかっていうのを、うんうんうん楽しみでございます。じゃあ続いていきましょうか。はい次はですね、カッセヤさんのショーでございます。はい、ショーです。風を司る弓、馬球を操り、マギーをその矢で貫く。華麗にして凶暴。世の中すべて美しいものを手に入れようと考え、騒ぎを起こすというトラブルの匂いがプンプンなキャラクターでございますが、演じてみてどうでしたか？そうですね、やっぱり光人隊の中で唯一、まあこのメンバーの中で女性っていうのもあるので、はいはい、男性陣に負けないようにもっと女性らしさとかを前面に出して男性陣女性らしさ出さないけど違う、あの存在感というか、そうあの自分を引き立たせるためにと言いますか、うん、そう、頑張りました。こう言ってんですよね、だって僕ら、うん、まあ、ゴーライガンなんで、うん、ゴーライガンなんですね、その瞳を除く、はいはいはい、まあ、全体というかメンバーの中では、うん、はいはいはい、だから、まあこれは別にネタバレになるから言えない部分もあるんですけど、はい、衣装が肌をすごくたくさん露出してる、ね、出てますよね、セクシーな感じで、だからセクシー、まあお色気系のシーンも期待できるんじゃないですかね、はい、あら、そうです、うん、ね、見てからのお楽しみという感じなんですか、そこ言ってもでもこの番組ね、セクシー系の女優さんも結構出てらっしゃるじゃないですか、そうなんですよね、だからそこにもでも負けない感じで、カッセヤさんはちょっと違うお色気を、ちょっと違うお色気、はい、ショーらしい色気というか、はい、そういうのを出せるようにない色気を頑張って出しました。あ、なるほどひねり出した色気が見れる、そうなんです、もうすごい私色気がないキャラなんですよね、え、実際がってことですか？はい、なことないよ、なことないよ、なことないよ、ちょっとみんなじゃあ違うんですよ、いや、じゃあマジで照れるのやめてください、違うんですよ、じゃあ、あの網谷監督にも言われたぐらい、はい、いや、お前は色気がないと、そんなことないよ、そんなことないよ、じゃあでも、そんなことないよ、頑張って出そうとしてるその感じがいいって言われたんで、あー、だからあんまり色気がない私のままでいようってこれからも、なるほどね、はい、思いました、なるほどな、なるほどな、そしてお待ちかねでございます、はい、山本さんが演じるのはガンということでございまして、はい、こちらでございます、はい、出たが分かんない声やなさあ、山をも砕く銃、はい、火山光の威力は絶大、寡黙にして冷淡、絶対正義という信条を持つ、融通の利かない性格でかなりの堅物、話し方も心なしか時代が変わっているという感じで、無口なキャラという感じなんですけど、無口ではないですね、実際は。無口ではないですか、はい、まあ、うん、あの今ある素材でしか物事言えないので、はいはいはい、オンエアの来月ですからね、僕だいぶ先ですね、だいぶ先なんですよ、ガンで出くんのは、だからまあ言えることっていうのは限りなく少ないんですけど、まあ唯一一つだけ言えるのは、あの首に巻いてるマフラーは、はいはい、
本来なかったことなん、なかったものだった、衣装で、はいはいはい、でクランクインした時に雨宮監督が、まあ、風も強冷たくて、はい、寒い時期に撮影したんですけど、はい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 、首いきなり来て監督が巻いてくれたんですよね、はいはいはい、でこれ監督これはって言ったら寒いだろ山本、はい、だからいいよこれ優しい、いやあの、はい、すごい思ってたんですけど、はい、あの全身の写真とかってありますか、もう超厚着なんですよ、あ本当ですね、撮影が他のキャラクターに比べて、うん、佐藤さんとかだって T シャツ1枚ですもんね、 T シャツ1枚ですね、もう真冬に1月とかも撮ってたので、うん、もう奈美さんとかも、はいはい、もう奈美さんの鳥肌映っちゃってたとか鳥肌映っちゃってたのに一人だけ超あったかくて、はいはいはい、その上にさらにその上にさらにマフラーかけてもらって別に俺だからとかじゃないよ、ちょっと扱い良すぎませんか、そう、まあ、下にあの肌着みたいなの着てその後にカイロ貼ってましたからね、はい、完全装備、そう完全装備、すごいですね、確かにこう見てもあったかそうよ、あったかそう、ずるいよね、ずるいよね衣装のダメだけはやめようよただのそれはまあ青いお守りみたいなのはストーリーに関わってくるもんですか、いや特に関わりはないんですけど、あの雨宮監督ってすごく装飾品を大事にする人が多いんですよね、だからなんかそれが後々にこれはこういう意味なんだよっていうのは特に明かさずにつけるのが結構多いんで、もう何も考えずに見といてない、そうですね、はい、で他にですね出てる方が超豪華でございまして、先ほども申し上げましたけども朝岡めぐみさんが出てらっしゃったり、そしてジェットマンでブラックコンドルを演じた若松俊秀さんがなんと出てるんです、はい、かっこいい若松さんかっこいいな、そうですね、めっちゃテンション上がってますね、いや僕本当に子供の時に見てて、で一昨年ぐらいに久しぶりにねあのとある作品で見たんですけども全然変わってないんですよ、顔とか体とかでアクションもキレキレやって、さらにちょっとファンになっちゃったんですけども、いいね、若松さんと絡みがあるのは全員あ裸あれこの写真、この写真に関しては若干おっさんいや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 、でもキレキレなんですよ、知ってます、知ってます、キレキレなんですよ、今の写真がちょっと悪いんだけどねで若松さんとの絡みは皆さんあったんですか、ありました、ありましたね、はい、どうでしたか、いやもうでもやっぱり先輩だなって感じしました、ね、貫禄も含めてなんですけど、今回はやっぱ割と20代からまあ30代手前の俳優陣が多いんですけど、若松さんっても40後半のまあ長いこと経験されてる大先輩なんですけど、結構メイク室とかで二人っきりになると、淀君は将来どんな俳優になりたいのっていう、こう落ち着いたトーンから一生懸命答えを聞いてくれたりだとか、まあ相談にも乗ってくれる素晴らしい頼れる現場でもいい先輩でした。若松さんお酒がお好きやっていうふうに聞いてますけども、はい、そうですね、一緒に飲みに行かれたりとか、結構若松さんから誘っていただいて、あ、本当ですか、で一緒に今日行こうよとか、うわ、すげえ、めっちゃいい、いや、もう本当嬉しい、へー、あれね、泊まり込みロケの時も隣の部屋だったんですけど、はいはい、あの呼んでいただいて、はい、結構深い時間まで、うん、話して一緒に、朝6時入りなのに3時まで飲まれて、すごっ、昔ながらのやっぱ俳優さんってそうじゃないですか、いや、そうですね、はい、脚本家のね、井上俊樹さんもめちゃめちゃお酒好きやってくれてますね、はい、井上俊樹さん現場来られたりとかはあったんですか、現場は来てないけど、そうですね、打ち上げとか、あ、はいはいはい、わー、すごい、相変わらずダンディーな、はい、かっこいいです、ちょっと話戻しますけど、若松さんとお酒飲んでどんな話されるんですか、僕言っていいですか、いいよ、チャイナよ、シミさん、シミさん言っちゃいなよ、早先怖いよね、あの大丈夫ね、若松さん、若松さん毎日筋トレ半端なくしてるんですよ、あの話ももらったんですけど、はい、腹筋腕立て全部で500回やってる、もうめっちゃ早く1、2、3、4、5、6回、すっごいやってるんですよ、まあ、多分いつでもショックが戦えるようにかもわかんないんですけど、なるほど、はい、これこの写真こういういや、このね、この写真、いや、これね、これ何とも言えない写真なんですよ、これ何話かまだちょっと、まあ、このシーンも出てくるってこと、出てきますよ、出てきますね、へぇ、すごいな、これはお酒飲みながら結構やられるんですよ、へぇ、
やれてました、ね、飲みながら僕らが飲んでて話してる時に腹筋しながら飲んでるから顔を見れるのが大体まあちょっと一瞬顔が見えなくなるんですね、腹筋で置いて気にしないで飲んでていい。すごい気にするんですよ。めちゃめちゃ気になる。いや本当にもらう気にしないでって言われて。うん、ありましたけど。すごい。あとですね、壇蜜さんも、うん、若松さんの横にいてあるんですけども。そうですね。壇蜜さんとは何か絡みはあったりするんでしょうか。ああ、そうですね。我々は、まあ、みんなは全我々はという感じかな。すごく、そうですね。若松さんの中。まあまだ言えないんですけど、はい、2人のシーンってもう違う作品だと思うんですよね。本当に、なるほどね。確かにテイストちょっと違いますもんね。全然違う作品だと思うんで、大人な感じ、はい、もう切り離してみてほしいぐらいの逆に、うん、でなんといっても監督がね、あの雨宮監督なんですけども、はい、監督と演技についてお話は結構されたんですか。初めにクランクインするときに2日間リハーサルをしたんです。カメラテストに近いリハーサルみたいなことをしたんですけど、普通映画じゃない限りそういうちゃんと事前にキャラクターについてみんなで集まって台本読んだり立ち稽古したりっていうことってあんまないと思うんですけど、あ、そのドラマでは珍しいんですか。珍しいと思ってて、で、まあ、スーツアクターと俳優陣でこうスイッチしながらいろいろ芝居はこうなんじゃないかっていうことを監督同士で言い合いながらクランクインしたっていうことがあったんですけど、そんだけ力を入れてらっしゃるそうですね、割と。すごいな。やりましたね、なんか役をスイッチングして やりましたよね。そうそうそう、僕がゴーをやったりだとか、私が瞳をやったりとか、そういうことをやって、ね、なんか可能性をキャラクターの可能性を試してやったみたいな。違うキャラをやらすことで、はい、でもすごいためになりましたよね、あれ入る前にやっただけで、うん、なんかあの2日間をベースに撮影が結構進んでいったみたいな、まあ、そうだね。貴重な話を聞かせていただいたところで、じゃあですね、そろそろ企画の方行ってみたいと思います。嘘つきは誰だ、特殊能力なくても当てろゲーム。ですね、小・劇・そして瞳チームと五・雷・ガンチームに分かれての対抗戦でございます、ルールは先攻後攻に分かれ、中身の見えないペットボトルの飲み物を飲んでいる3人のうち1人だけですね、センブリ茶が入っています。そのセンブリ茶は誰が飲んでるかというのを当てていただきたいと思います。勝ったチームにはご褒美として甘いものを差し上げます。甘いもの、はい、ではいきたいと思います。では最初はですね、じゃあ、翔と劇と瞳チームからいきましょうか。はい、じゃあ、それ以外の方はちょっとこちらの方に来ていただいてもらえますか。どういったシステムですか。どういったシステムですか。これはですね、この中身の見えない飲み物がありまして、これを誰が飲むかっていう話なんですけども、え、どうしますか。これ、ちょっと向こう向いてて。そうだよ、もう向いていた。待ってください、もう向く。これえ、今決めるってことでしょ。待って、今篠宮さんどれか分かるんですか。どれか分かってます。でもこれを僕はランダムで渡すのか、それとも、うん、もう私が飲みます、僕が飲みますで、僕が直接渡す。え、待って、どうする。俺はどっちでもいいよ。俺はどっちでもいいよ、うんうん、もうランダムにします。ランダムに行きますか。ランダムで行っちゃいましょうか。これってお芝居してもいいんですか。お芝居しても結構。当てさせない、当てさせないように。まあでも、まあ、我慢する方がいいかなと。難しい。みんなの表情で、ね、今までやってきた感じで言うと、みんな我慢しようよ、みんな我慢しよう。オッケー、うん、はい、では、はい、じゃあ新川さんからお好きなのどうぞ。うわ、もう私この外すな。これもヒントになります。あの普通のお茶なんですよ。日本は普通のお茶なんです。日本は普通の飲み物でございます。こっち向いて大丈夫だよ。大丈夫か、うん、大丈夫。さあ、それでは開けていただきまして、誰から飲む、誰から飲んでほしいですか。あ、じゃあ、じゃあどうし、え、うん、てか一緒がいいんじゃない。一緒だと、いや一緒と見えない。いや、なんかその絵が面白い。なんかその3人でなんかこっち行って、うん、奥からじゃあ順番に。じゃあ、じゃあ飲んでください。うわ、超やだこれ。これ超怖いね。いただきます。クイッとね、クイッとだよ、クイッと。うわ、もうやだ。クイッと、あ、いったね。美味しい。はい、ありがとうございます。やだ、ほんとに。じゃあ続いて、広瀬さんお願いします。うわ、すごい。今度動くいきましたね。美味しい、美味しい。では最後、新川さんお願いします。美味しくねえか、怪しい。
ゆあちゃんがね。ゆあちゃん。怪しいね。いただきます。はい、どうぞ。かわいい。そっちじゃねえ。普通に美味しいです。普通に美味しいです。さあ、では、ゴーライガンチーム。焦った。これちょっと相談していいですか？どうぞ、どうぞ相談していいですか？どうぞ相談してください。超相談してる。めっちゃ相談してるな。意外と相談してる。相談してます。結構マジに相談してる。誰？決まりましたか？決まりましたか？じゃあ行きますよ。せーので答えてくださいね。はい、せーの！ともきくん。さあ、では飲んだ方、せーので手を挙げてください。せーの！はい！そっちか。苦い。いや俺コモキの手が不自然だったんだよね。そっか。どれか。そっちか。そっちかな。そっかそっか。あ、じゃあここでいいですか、ね。リカ。前後ろがいいですか。わもうこれ超有利じゃないですか。大丈夫。じゃあこれ。すごい。条件でいきましょう。はい。はい、では選んでください。これはもう僕らも分かんない方がいいですね。分かんない方がいいね。分かんない方がいいね。じゃあ。どうぞ。こっちですね。はい。新川さん飲んだ感想どうでしたか？いやもう苦いです。こういう結構苦いんだ。結構もうあれ？はい、私だって私もそうだと思ってたから、美味しいお茶だと思ってて、うん、あいいじゃんと思って飲んでたら、うわーって思って。さすがだね。さすがね。さすがだね。よかった。逆にちょっと時間の都合もございますので、じゃあはい、お三方一斉に一斉に飲んじゃってください。飲んじゃいます。はい。じゃあ行きます。せーの。ああ、入ったね。はい、では相談してください。上にさ、怪しいと思って。いやいや、わからない。どうだろう。でも言うと皆さん役者ですからね。うん、ちょっとこう笑ってごまかすみたいな。ちょっともう一回飲んでもらっていいですか？リクエスト出ました。もう一回。ちょっと一回だけですよ。もう一回飲み干してみてください。飲み干しちゃうの？ごくごく。これ結構あれやろ、これ。じゃあ、行きましょう。せーの。これ、きついですね、これ。いや、でも1回目のリアクションが…新川さんね、違いで分かってますから。じゃあ、決まりましたか？え、の。いいよ。じゃあ、もう任せよ。じゃあ、せーので言ってください。行きます。せーの。しめぎくん。僕じゃないです。早いよ。バラエティ。じゃあせーの、翔太さん。正解です。よっしゃー。当たった。一回外れましたけども、OK としましょう。マジか。はい、ということで、衝撃瞳のチームの勝利。甘いの食べたい。で、後ほど甘いものはちなみに何でしょうか？クレープ。後ほどクレープの方差し上げますので、美味しく食べてください。ありがとうございます。はい、じゃあ席についてください。きつ、これそんな苦いね。苦いよね。ショコさんどうでしたか？いや、もう入った瞬間から、入り口から苦いから。でも私がもう一回飲んでって言った時に、ちょっとこう、それさみたいな言ったから、あれなんだって。そんな苦いんだね。そんなでも飲み干したんじゃないですか？飲み干したよ。ないよ。さあ、ということでございまして、もうそろそろ番組の時間の方も迫って終わりが迫ってきております。この皆さんが出演中の衝撃ゴーライガンテレビ東京で、毎週金曜深夜1時23分ほか各地域でオンエアしております。東京では今夜が第2話の放送となっておりますので、はいはい、見逃さないようにお願いいたします。はい、そしてこの後22時からですね、この6人でアメスタプレミアム放送をします。でですね、ここでは聞けなかったあんな話やこんな話、聞きたいことを直接質問できるので、ぜひこの後プレミアム放送に遊びに行ってください。はい、2部屋ございまして、 A の部屋
部屋のメンバーがこんな感じになってまして、うんうん、で B の部屋がこんな感じでございます、はいはい、どちらに入っていただいても結構でございます、うんうん、まあ、交互に入っていただいても、全然結構ですのでよろしくお願いいたします、うんはい、そして、僕の告知もあるんですけどもいいでしょうか、はい、お願いします。お願いします。はい、明日あの新宿門座ってとこで松竹の劇場がありまして、明日ネタ座というライブが、ございます、TKO とかですね、この間キングオブコントで優勝したカモメンタルとか出るんですけども、そんなことはどうでもいいです。今夜1時23分から号外館を見ていただきたいと思います。ということでございまして、あっという間の時間でございましたが、皆さんじゃあ一言ずつ感想の方をいただきたいと思います。では新川さんからお願いします。はい、すごい楽しい時間を過ごせることができました。この後10時からあと放送楽しみにしてください。ありがとうございました。はい、じゃあ加藤さん、はい、あ、本当に楽しい時間ですごい面白かったです。はい、はい、今夜からどんどん出演者も増えて、はい、だんだん面白くなってくるので、はいはい、ぜひ楽しみにしてください。はい、はい、ありがとうございました。また後で会いましょう。おお、しっとりしてたりね。どっちなのか。ヒロさん、ありがとうございました。後でお会いしましょう。何それ、なんか優しい。加瀬さん、はい、見てくれてありがとうございました。正気記号ライガン、どんどん輪が進むなんで輪が進むにつれてどんどん楽しくなっていくので、みんな一話も欠かさず見てください。最後、しょうまさん。はい、そうですね、あっという間の時間だったんですけれども、このメンバーとこういう感じで出会って、なんだろう、この生放送というこの変な緊張感からか僕まで最後まで緊張しっぱなしでしたけれども、はい、まあ、プレミアム放送では、この濃い話も含めて最後まで一緒に楽しみたいなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということでございまして、この後プレミア放送の方を、お楽しみくださいませ。以上、衝撃強来館放送記念特番でございました。皆さん、さようなら。バイバーイ。